青水の戦いは、1362年の9月24日から12月25日の間にかけて、青水の川にて、リトアニア大公アルギルダス率いる軍勢と、タルゴビッツワの要塞近くのポジーリアを治めるタタール軍との間で行われた海戦である。ジャーニーベクベルディベクフ氏の非合の死によって生じた上地、ウルス内部の混乱を利用してアルギルダスは、 タタールの地への遠征を組織した。リトアニア人と粒シ人は、ムラドハーン参加の3人の領主に対して決定的な勝利を収めた。戦いの結果、人口規薄なポジーリャと国会の北部地帯をも含む、現在のウクライナの大部分とキエフが、リトアニア大公国の支配下となったことが明白となった。キエフ占領後のリトアニアは、 モスクワ大公国と直に隣接して競合するようになった。アルギルダスは、キエフの統治を、息子のブラディミラスに委ね、ポジーリアを海戦に参加した弟カリオタスの息子で、老いにあたるアレクサンドラス、ユルギス、コンスタンティナス及び、テオドラスに与えた。リトアニア大公アルギルダスの創造上による、肖像が、 1578年にアレクサンドル・グバーニンによって出版されたの同伴外より、いくつかの年代記にて戦いに関する報告が残されている。作者不明の年代記物語、ポジーリャについてにて、タタール軍の三人の公の壊滅、ポジーリャの相続人、青水の戦いにおけるリトアニア大公アルギルダス率いる軍について、初めて言及されている。 ウクライナの歴史家、ファイによると、物語の作者は、リトアニアの高級政府官僚層と関係を持ち、同国とポーランドがポジイリアをめぐって争っている、真っただ中である1430年代初頭に、自身の著作を表した。ベラルーシの歴史及び資料学者デルは、ポジイリア物語には、社会評論的な特徴があるが、同書の報告は、基本的には、 歴史的事実と符合すると指摘する。ポジーリア物語は日付抜きでこう伝える最終的な編纂が1396年の秋に行われたロゴジスク年代記は以下の通りに伝えている6871ゼー,ゼー同じく1520年代末のニーコン年代記全集にもいくつかは省かれているが回線に関する情報が保存されている。 最後に、グスティンスカヤ年代記はこう伝える。後の信頼に足りない、ビホビエッツ年代記によると海戦は1351年に行われた。14世紀後半に、ポジーリャがリトアニア大公国に組み込まれた問題に関して、歴史家のは多数の研究調査にもかかわらず、海戦の日時、場所、その全体像が正確には究明されていないと指摘する。 青水ミズの戦いに関する最初の研究上の問いは16世紀末に提起された。ポーランドの歴史家、マチェイ・ストリコフスキーは1577年に表し、400年後の1978年にワルシャワで出版された、光栄かつ高潔なリトアニア、ポーランド、ジェマイティア、ルーシーの国民についての始まり。 起源行いについてにて海戦について手短に解説し、その年代は1329年であると記述している。1582年に、ケーニヒスベルクで出版された、ポーランド、リトアニア、ジェマイティア及び全粒子の年代記にて、ストリコフスキーは、海戦が与えた多大な影響について先、その年代が早くも1331年であったと記述している。 海戦の年代と場所は19世紀から20世紀初頭にかけて歴史家の議論の的となった。ボロディー・ミル・アントノビッチは1878年にキエフで出版された15世紀までのリトアニア大広告誌の外説にて1362年にアルギルダスは青水の川岸にてクトゥルベグ、ハジベー、ディミタール以下3人のタタールの公に対して 徹底的な勝利を収めた。アルギルダスが、ジョチウルスを撃破したことを受け、クリミアの一部、ドブロジャの一部及びポジーリアは、その支配から離れて、リトアニアの支配権に移ったと記述している。アントノビチは、法制史家、ミハイル・ヤシンスキーの著作、リトアニアルーシ国家の規約に則った、地方文書及びヒョードル・レオントビチの、著作リトアニアルーシの法制史外説。 リトアニア国家の領域の教育を支持している。マトベイ・リュトフスキーは、その著作、初期リトアニアの法律が出版された、次期のリトアニアルーシ国家の地方分割及び、地方行政及び、ルブリン合同までを含めた、リトアニアルーシ国家の法制史にて、青水の戦いの日付に関する二者一択的な考えを述べている。マトベイは、 アルギルダス大公が1363年に青水にてタタールの藩を破った後にポジーリアはカリヨタスの息子が占領することとなった年彼の地では地方のルーシの住民が自らの狩猟に対して愚勢を支払っていたと指摘する海戦の年代を1363年に確定することはミハイル・グルシェフスキーによってなされているウクライナルーシの歴史の 第4巻で結局のところ結論は1363年であることに甘んゼざるを得ない。アルギルダスはタタールとの戦闘に突入してキエフ南方に遠征してタタールを撃破しこの事件と関連する真実性の高いこととして正式にキエフとポジーリアを占領下に置いたのである。1997年と1998年に キロボフラードで開かれた二つの学術大会で、青水の戦いが明らかにされた。このウクライナ歴史研究所での会議の資料は2005年に、青水の戦いの問題に関する最新の研究の論文集として出版された。どのタタールの公に対して勝利したかについて、研究者は異なる意見を述べている。ショルツェルの報告をもとにした最も根拠のある過程が、 なされたそれは、年代記には残っていない情報に基づくもので、アルギルダスが1396年にドン、川付近にて、クリム、キルケリ、モンロップの藩を破ったと報告されている。クトゥルグが、ソルハタの統治者であったことは、ジェノバの歴史家によって何度も記述されていることから、十分かつ正確に確定されている。他方、ジェノバの条約文では、 クリミアのソルハタの長として、コスロベイグの名が言及されている。1380年の別の条約ではアミールは、偽りの名で、エリアス、イマクの息子コットロボガとして記述されている。マングパの統治者ドミトリーを6870年の、署名に言及されているカッパアルファタウニュータウ、ローカイクイタニートを大変注意深く同一視する。 ヒルクエレはこの時ヤシュラウケの米によって統治されたことで知られているが、その名は知られていない。青水の戦いについての十分かつ詳細な記述は、マチェイ・ストリコフスキーの年代記に残っているのみである、歴史家のアレクセイ・ブライチェンコによると、このストリコフスキーによる報告の審議に対する賛同、反対の批評は同じ歴史家によってなされたものであり、 その論調を裏付けしたり論破することは許容してはいない。ブライチェンコは、ストリコフスキーの報告でわずかに認められるものは、敵軍の行動の描写が、当時の戦術の水準と一致していることであると、指摘する。ストリコフスキーの執筆に従うならば、青水の戦いの終了は2段階に分けられた、可能性がある。第一段階は3つの舞台に分かれた。 タタールの部隊と半月上かつ6つの部隊に分かれたアルギルダスの軍勢が退治していた。中央を壊滅させようとしたタタールの目論みが不正確になったことが明白となった。アルギルダスは軍勢を脇へ使って道を開けて敵機兵を通らせ側面から射撃を加えた。第2段階ではアルギルダスが攻勢に移りタタール軍の包囲殲滅に努めた。 タタール軍は、猛攻に耐えられずに撤退し、アルギルダスがその残敵を追悼することで開戦は終了した。1380年のクリコボの戦いよりはるか、以前に生じた、リトアニアルーシュ軍による勝利は、ジョチウルスの権威を失墜させ、東、スラブ人が、タタールの首輝きから解放される始まりとなった。海戦に勝利するやアルギルダスは13世紀半ば、 以来タタールが支配したキエフとポジイリアを彼らから奪取し、その結果、国会に至るはるか南方に拡大させたのである。ジョチウルスの範囲は、これらの地への襲撃を未だに行い、時には、偶税が支払われることがあったが、政治的権力を喪失することとなった。南西、ルーシー及び南ルーシーを事業に組み込むことで、リトアニア大公国は、当時のヨーロッパの強国となった。 エヴィンスキーズ・ Z、ライオチューボズ・イーストリア・イキバイトット・ディドジジョ・ミルティーズ、ローマ、ライオチュービュー・カタリーク・マクサロ・アカデミジャ、ピアニッシモ、261-262、ラウエル・シー・エス、リトアニア・アセンディング、エーペーガン・エンパイア・ウィズ・イニースト・セントラル、ヨーロッパ。1295から1345、ケンブリッジ・スタディーズ・イン・メディーバル・ライフ・ソート。 フォースシリーズ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、九十七、百、isbn 九兆七千八百五億二千百四十五万百十九。otr、オボレンスキー、D ・ da、コンパニオン・ツー・ロシアン・スタディーズ、アン・イントロダクション・ツー・ロシアン・ヒストリー、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、p 八十六、isbn 零五二一、二八零三八九。 外部リンクを指定しないでください。A.B. The History of Lithuania Before 1795ビリニュースリトアニアンインスティチュートオブヒストリー2000 P121 ISBN 9986810132 5 1362P 13 2005 9 3 1 t234isbn985110314435198074661519657511187921843350321975139 ぜい、フォーティーン、ぜいぜい、ぜい、2004、40、ファイ、ーい九百1998、69、XV、1878、1、149、リバース、八百1889、64から65、ファイ、八百1894、183、ゼー 1892、1> 1, 92, 57、1910、24、4、1993、82、1939、11から14ファイ、千34、1953、330、ストリジャカウスキー・エム、クロネカ・ポルスカ、リテフスカ、スモトカ・ホジャストキー・ジルシ、ワルシャワ、 1846t2s6 から7、税200537ありがとうございます。